お兄ちゃんじゃない、自分じゃない、はい、じゃあ自分の実力がないとメンズスできるんですか？できません。できませんだね、はい、だから自分信じて、自分日本語を教えるじゃなくて、日本人と働く時のビジネスマナーも教えます。正しい礼儀を教えたり、もう一つは挨拶、日本の文化も教えます。私の将来の夢はガイドになりたいです。自分のビジネスを作ります。外交官になりたいです。勉強員になります。ビジネスマンになりたいです。私の趣味の夢は自分のビジネスを作りたいと、大麻加工の視点を立てたいです。